どうもお疲れ様です、えー、今日の相場解説は8月22日朝6時なんですけどもちょっとタイトルがね気になるところだと思いますこれで、ね、1日足も4時間足もそれから1時間足も全部ね上昇トレンドにいるんですよしかし上昇トレンド中なんですけどもこれね下落の方にまとめて向かっていくんじゃないかなというふうに思ってますこれはねどうこういう根拠が明確にあるかっていうよりも非常にね言いたい言いにくいんですけども 長年やってきた勘なななんんじゃないかなと思うんですよいやこれはもうちょっと上がりすぎだろうって思ってるところなんですよですんで一時的に下落するかもしくはね良くても横ばいになるんじゃないかなと思いながら今日見ていこうと思うんですよねえ通常テクニカルを素直に捉えていくと瞬間的に捉えていくとこれはね倍でもう一択なんですよ今日はでも私はね逆にそうかなと思ってるんですよね そのことをちょっとね、伝えにくいんですけども、なんとなくできる限り分かりやすくお伝えはしようかと思っておりますので、よろしくお願いします。えー、ご覧のようにね、日足は上昇トレンド中なのは見て取れると思うんですよね。で、気になるのがですよ。気になるのがいくつか要因があるんですけども、ここを超えて、前回、口先介入があったところを楽に超えてるのに、そろそろね、なんか、介入、口先介入ぐらい入るんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、いつもね、思ってるわけなんですけども、 特に昨日一日で大きな要線が出てきて、ここともう一回並んでるわけなんですよね。価格にして今、146円に乗って、それが146円の中盤を上回るところらへんまでね、ちょっと到達しようとしてるところだと思うんですよ。 でこうなるとさすがに利益確定の流れが投資家さんの間で出てくるかなっていうこととあとそれがなければね口開き介入で強制的に下に降ろされるようなところもあるんじゃないかなと思ってるんですよ、まあ、ですんでね本当にに、ね、根拠薄いんですよ根拠薄いんですけどもこの感覚ってものもどうしてもね出てくるんですよね非常に頼り,頼りない相場解説にはなろうかと思いますけども私は今日バイで入るのはあんまり得策じゃないなと思ってますむしろセルで利益が取れるんじゃないかなというふうに考えてます 4時間の方行きますね4時間の方もどうですか移動平均線の下に潜り込むのとことなくね反発して上の方に跳ね上げていったでしょだからこれは上昇トレンド回復のはずなんですよ移動平均線がこうあってローソク足がその上にずっと乗ってる状態でしょだから上昇トレンド継続にまた立ち返ったというふうな判断をしてもいいんですけどもでもこうも言えるんですよね この横ばいがスタートしたとも言えるんですよ。うん、で、その横ばいを契機に、今度は下がっていくんじゃないかなとかね。もしくは下がらなければ、口開き介入によって、うん、セルの方を余儀なくされるとかね。そんなことを思ってます。だからあんまり自信を持って今日ね、皆さんにお伝えできないんですよ。で、1時間もですけども、結局、移動変形線の下にいるところから、上の方にまた立ち上がってきたわけですよ。 だから、倍でいいような気がするんですけども、ただね、ここは超えきらないのかなっていうふうにも思うんですよ。で、また、あの、移動平均線の、下の方にローソク足が入り始めてるような気がするんですよね。これすいません、こんなことを言うとあれですけども、そうなりそうな気がするっていうね。<laughs> うん、そんなことなんですよね。だから今日は、倍では取れなくって、セルで取れるんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、すいません、なんか全然、 じゅくじゅくとして決断ができないんですけども、うん、わ私だってね全然この今日の相場が見えない時ってあるわけですよ、うんまあ、こう言ったらね耳も蓋もないんですけどもこの間のなんかねレンジじゃないですかって言ったら耳も蓋もないんですけどもこんなでかいレンジだとさすがにね1円と30ピップスぐらいになっちゃいますんで、うん、でかすぎるだろうって感じですよね まあちょっと今日はそのぐらいしか今の時点で言いませんすいません、えー、とりあえずセルで取れることはあるけれどもでも倍ではちょっとね逆に全時間軸上昇傾向にはなってるんですけども倍で取れるような気がしないんですよね、はい、そこまででお話をとどめておこうと思いますまあ私の方はねやっぱり今日という日でもちょっと稼ぎたいんでセルの方でポジション入れようかと思ってますけどね、うん、まさに今ご覧いただいている大きなレンジの中であの下落するそのお途上にいますんでね ただですよもう一個こうも考えられるんですよねやっぱりここから上昇トレンドが始まっているとも言えるんですよねただこの上昇トレンドはあの特殊トレンドっていうブレに入るんでもしかしたらね介入かもしくは介入に恐れる投資家さんの利確によって結局落ちてくるんじゃないかなと思うんですよ、うん、さあ今日それがどう起きるでしょうか私はセルで入りますけどもちょっと難しいですねなかなかねはいじゃあ以上です